現在はハイキングコースになっている基礎森林鉄道配線跡基礎森林鉄道は林野町長野営林局管内の長野県の基礎谷の国有林の運材のため運行していた森林鉄道の通称である基礎谷には最盛期に10営林所が存在し各所が1、2000の森林鉄道を保有していた中でも上松運輸営林所管内の 小川森林鉄道と大滝森林鉄道は規模も大きく、かつ比較的最近まで残っていたことから、全国の森林鉄道の中でも高い知名度を誇っている。最盛期には路線の総延長は 400km にも上っていた。しかし、道路が整備されて、トラックが木材の輸送を担うようになってから姿を消していった。廃止時点小川森林鉄道大川五領地を行く。 形式名は、林野町所属の車両には一両ごとの投資番号が付けられていた。機関車は、国鉄同様の機関の種類、同軸数、さらに空気ブレーキ対応車は、T の順のアルファベットが付けられ、これに整備重量のトン数を加え形式としていた。非験演車は、用途や車体サイズで分けられた種別ごとに、A 型、B 型、C 型、と、アルファベット順に分けられていた。 なお、この不番方法では、同一形式に異なる車種が含まれており、村所属の車両等では無番号の車両もあるため、ここでは便宜上、メーカー側の形式名や、属称、種別を記載する。赤沢自然休養輪で保存されている、ボールドウィン成長機機関車車体は、胴体保存者上松運輸エリン書 B114 号。北見局管内から転されたもので、 廃止後北海道マルセップ町に譲渡され1980年からマルセップ森林公園以降の森で運行本線などでタブレット閉塞を利用した閉塞区が設けられていた。また、旅客列車は便乗という名目で沿線住民や観光客の旅客輸送を行っており、晩年には宮間号と名付けられた定期列車が走っていた。また、 観光客が東鉄道に乗車する際は乗務員から生命の保障はしないという説明をしていた。宮間号は観光客や沿線住民の利用できる車両、人数が定められていた。宮間号以外にも職員用の温竹号もあった。また当時沿線は山間の集落で交通事情が悪かったこともあり、山場号などの通学列車なども運行されていた。 なお、児童の安全のため専用車両には、犯行化などの改造がなされていた。これは、客車一両に限り沿線住民なども利用することができた。現在、小川森林鉄道の上松駅、赤沢停車場間に沿って、上松町 A バス、赤沢線が運行されている。また、途中の焼け座様では、上松町コミュニティバスも運行されている。大滝森林鉄道は、 基礎町生活交通システム見たけ、大滝線と大滝村営バス田野原線が代替輸送を行っている。滝越までは巡回大滝号が運行されている。復活運転の森林鉄道、赤沢自然休養林では復活運転が行われている。また大滝村においても、全国より募金を募り松原スポーツ公園にて、臨鉄クラブともに新たに軌道を敷設し本格的な、 胴体保存に向け作業を行っている。ありがとうございます。